最近日記療法的な治療をしてもらっているんですがどのような効果があるか、えー、増田先生の視点で教えてくださいと日記療法の治療効果は何かっていったら一つはですねセルフモニタリング機能が高まるということですね自分の今の状態はどうなのか1週間前に比べてどれくらいどうだったのかとかそういう自分の状況が分かりますあと自分の気持ちを伝えやすくなる感情の言語化が広がっていく言語能力が上がってきますね だからセルフモニタリング能力と言語能力が上がるあとは前頭前野の働きが強くなるんですよつまり感情を抑える力が上がってくるんですねなのでまあそういう意味でまあ大体主にこれぐらいかなまあ他にもいろいろいいことがあると思いますだからなんかね客観的に見る力が上がるとかねいろいろあると思いますけどいいですねまあ,あのできるだけ長く続けてもらえたらいいと思います